バケットクラッシャーバケットクラッシャーバケットクラッシャーはクラッシャーの一種である。油圧ショベルなどの建設機械に取り付けて使用するアタッチメントの一つ。油圧モーターと二つの錠を備えたバケットで固い素材を破砕する。処理対象ものはコンクリート、アスファルト、レンガ、タイル、自然石、ガラス等と多岐にわたる。バケットクラッシャーと 油圧ショベルの連結にはカプラーを用い、油圧ショベルの油圧配管との連結には2本から3本のチューブを用いる。バケットに取り込んだ対象物は垂直に保たれたバケットの中で上の動作により破砕され、下部から下に落とされる。破砕サイズは調節可能。近年、廃棄物の発生量が増大し、廃棄物処理に関する問題が深刻化している。そして、 今後も建設廃棄物の排出量が増大すると予測されている。そこで、コンクリート界、アスファルトコンクリート界、建設発生木材の建設廃棄物の適正処理と、再資源化の促進を目的として、建設リサイクル法が制定、交付された。従来の固定式、自走式クラッシャーに加え、アタッチメント式の破砕機の適切な使用により、 建設廃棄物の適正処理と再資源化が期待されている。従来の破砕機等を使用した活用例はすでに報告されている。ありがとうございます。